言語障害のある人とどういうふうにすればスムーズにコミュニケーションが取れるかっていうことで、言語障害の攻略ポイント3つを調べていこうと思います。植木チャンネル、言語障害の攻略ポイント、その1、分からなくても焦らない。これは分かんないって思うとますます分かんなくなります。ちょっと中高生時代の英語のリスニングテスト、今は小学校もあるんかな、まあ、英語のリスニングテストを思い出してみてほしいんですけど、一つでも分かってない単語だったり文があると、もう後の文章が全然分かんなくなったことってありませんか？自分はあるんですけど、それと同じかなと思って、もう言語障害もう分かんなくて焦るとますます分かんなくなります。で、会話なのでテストじゃないので焦らなくていいです。いや、テストも焦らなくていいと思うけど、テスト以上に焦らなくていいです。分かんなくても、それはある意味自然なことだしな。最初から 100% 言語障害を受け取れる人がいたら、その人の方がめちゃくちゃすごい人だと思います。てかいないと思います。それぐらいに思ってもらって、分かんなくても仕方ない。だけど、焦らずに、諦めずに、コミュニケーションを取ることが必要かなと思います。言語障害がある人も、ずっと言語障害がある状態で生きてるんで、言語障害で聞き取ってもらえないっていう経験はよくしてるので、そんなに分からないことに対してはあんまりこう抵抗がないというか、まあそんなもんやろみたいな感じなので、焦らずにこう聞こうっていう姿勢を大事にしてもらえたらいいかなと思います。言語障害攻略ポイント、その2、遠慮せずに聞き返す。なんか聞き返すと悪いんじゃないかとか、大変そうだから聞き返しにくいっていう声も聞くんですけど、逆に聞き返してもらった方が嬉しいです。結構こう聞き返されることには慣れてるし、結構喋ってる方は自分がこう喋ってることが
伝わっているのかとか、自分の話を聞こうとしてもらっているのかって不安になることがあります。でも、そういうふうに分からない時に聞き返してもらうと、あ、この人はちょっと自分の話を聞こうとしてくれてるんやなって思って、こっちも安心します。だから遠慮せずに聞き返してください。言語障害攻略ポイントその3、わからない部分は確認する。言語障害あるあるで話してたみたいに、話してる内容が聞き間違えたりすると、結構変な方向に話が行ったりします。ちょっとでもこう、わからない部分とか、ちょっとこういった気がするけど、ちゃう気もするぞって思った時は、こう言いました、みたいな。例えば文章の中で場所がわからない場合は、どこですかとか、そういうふうにどこがわかりにくかったかとか、聞き取りづらかったかっていうのを聞いてもらえると結構スムーズに話が進むと思います。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。